ご覧くださいコハルリッカの群れですコハルリッカは高原地帯に生息し時々汚い綾毛声を出す可愛らしい生き物です足元に自分の名前を表示することが大きな特徴ですまた多くの個体がご覧のように群れをなす社会性動物ですちなみに群れにはリーダーがいますどの個体だと思いますか 実は簡単な見分け方があって頭のお団子の大きさで群れの中の序列が決まっていると言われていますつまりこの子がリーダーということですねとはいえここまで立派に発達したお団子を持つ個体は私も初めて見ましたしたがってこの姿を収められたこの映像は非常に貴重です長年研究を続けて